日本の銀貨とは、日本で製造され発行、流通した銀貨の総称。超銀、豆板銀、文銀、主銀、補助銀貨、本位銀貨、記念銀貨などがこれに相当する。また、初期の貨幣とされる、無門銀銭、和道海鎮銀銭及び、大平岩、宝、安土桃山時代の天正通り、宝などの対抗銀銭などもこれに含まれる。このページでは、 造幣局にて流通を目的として、進化条例に基づいて発行された、補助銀貨及び、貿易一円銀貨貨幣法に基づいて発行された、補助銀貨及び戦後において、臨時通貨法に基づいて発行された、臨時補助貨幣である百円銀貨について解説する。江戸時代以前の銀貨及び、記念銀貨については、各々の項目を参照すること。 進化条例の制定明治4年5月10日布告の進化条例により、それまで流通していた幕府時代の一分銀などに変えて、両目416ゲレーン、非2900の貿易一円銀貨が制定され、同時に50銭以下の補助銀貨が制定された。補助銀貨については、当初、海外流出を防止する措置として、 金を800に下げ、両目も約7.2%削減し、法価としての通用制限額は、金種の混用に関わりなく1回の取引につき、最高額で10円とされた。通貨の基軸は、本意金貨であるのに対し1円銀貨は、貿易取引専用であり、国内では法価でなく、開口上において貿易1円銀貨100円は、 本位金貨百0円と10貨であるとされた。その後、明治9年3月4日の大上官布告第27号で、貿易一円銀貨と、本位金貨は10貨通用に変更されている。この最初の銀貨のうち最も小型の五千銀貨においては、当初製造された極印が高度が不足し、堀も浅かったため、製造された、明治3年名の効果は、 非常に出来が悪く、竜の鱗が不明瞭なものがほとんどであった。明治4年名の硬貨は作り直した極印を使用したが、それでも綺麗に製造できる硬貨の数はわずかであった。このため、明治5年3月、竜図に変え、五千の文字に改正して新たな硬貨を製造した。また、五十千銀貨については、新たに英国から導入した。 厚印機で最初に製造する効果として、同年11月に直径を縮小した新しい材質の極印により製造された。明治6年2月、補助銀貨の両目が貿易一円銀貨と比較して、不足していることに対する不信感を払拭するため、一円銀貨との額面による比例とし、表裏の図案を縦点式に変更して、線の額面を 線と表記するなど西洋式のものに改正された。これ以降の効果は、極印の材質が変更され高度が保てるようになり、新しい英国製の圧印機を使用することにより、明治3年目の効果のような不明瞭な出来の効果は、なくなった。五千銀貨については、やはり直径が小さすぎて、流通不便貨幣として、明治13年を最後に製造が打ち切られ、 変わって、明治22年に五千白銅貨が発行された。事実上の銀本位制、明治初期においては、発行枚数が多く良質の炭銀の流通が、世界的に優勢を占める中、貿易一円銀貨の国際的地位向上を図るため、アメリカ合衆国に習い、明治8年に、両目を420ゲレインに増量した、貿易銀が発行された。しかし、 日米両国の貿易銀はつ分市の対象となるのみであったため、明治11年に再び元の一円銀貨に復帰し、通用が貿易専用に限られていたものを、国内でも本位金貨と等価に放課として、無制限通用を認め、事実上の金銀副本位制となった。さらに、本位金貨は貿易赤字による海外流出が激しく製造量も衰退し、 明治18年5月より発行された、打官銀行券も、打官に一円銀貨を当てる打官銀券で、あり銀本位制といってもいい状態であった。貨幣法の制定明治30年の貨幣法施行に、伴い本格的金本位制がスタートし、それまで事実上の本位貨幣の地位を占めていた一円、銀貨は、明治31年4月1日限りで、国内においては通用停止となった。 また銀相場が金に対して明治初年当時の約半分に下落していたことから本位金貨の含有金量は半減した。これは窓かの切り下げを意味した。なお一円銀貨は台湾をはじめ中国などで広く流通していたため同年10月から引き上げた一円銀貨に丸のついた銀の文字を各国し、 その数は2045万枚に及び貿易用として通用を認めたが、マルギンの有無で通用するか否かでは混乱を生むため、マルギンの代は翌年の明治31年3月に打ち切られ、明治34年から従前の一円銀貨と同等の台湾銀貢献引き換え元円銀が輸出用に発行された。貨幣面の表記は一円であるが国内では通貨としての資格は すでになく銀字金扱いであった。補助銀貨については従来と同形式のものが貨幣法指向に伴い改めて制定されたが、表裏は逆となり、竜ズが裏側とされた。また法令による両目は門目表記となった。補助銀貨両目の削減明治39年、下落傾向にあった銀相場が上昇に転じ。 補助銀貨一部の恐れが出たため、約25%減量し、リューズを日照に変更する改正が行われた。この時点で金貨、青銅貨についてはすでにリューズが姿を消し朝日のデザインとなっており、白銅貨はもともとリューズが採用されていなかったため、日本の貨幣のリューズは、この改正をもって、完全に姿を消したことになる。十銭銀貨については、 薄少なものとなるため、当初両目削減は行われず、明治39年名として発行されたが、流通することなく、引き上げられ明治40年3月までに発行文は、すべていされ、見本用として残された貨幣が、造幣博物館に展示されているのみである。また明治40年3月に、同じ直径ながら、品位を720に下げ順銀量を、 他の額面と比例させた10選銀貨に改正され、同8月から新形式の10選銀貨が製造発行された。大正5年頃から第一次世界大戦の影響で銀相場はさらに高騰し、前年平均が1オンス23ペンス69だったが、5年4月に流銀貨の位回転32ペンス79に達し、6年8月には ついに朝日銀貨の異回転である43ペンス65を超えた。対正7年にさらに両目を減量させたヤタガラスの50銭及び10銭銀貨が発行され、異回転は65ペンス50と引き上げられたが、銀相場は依然不安定であったため流通は見合わされていた。対正8年10月末についにヤタガラス銀貨の異回転を上回り、 同11月に76ペンス、9年1月には85ペンス、同2月には89ペンス50と冒頭し、小学生不死兵の引き換え準備に繰り入れられていた。この銀貨は市場に流通することなく、大正12年までに造兵局に引き上げられ、いつぶされた。現在この、ヤタガラス銀貨はごくわずかに現存しているものがたまに、古戦賞及びオークションで100万円前後で、 取引されることがある。20銭銀貨も同様のデザインで制定されたが、試作のみで発行されなかった。大正11年に両名をさらに減量し、異回転が約100ペンスまで引き上げられた方法の50銭銀貨が発行された。その後、銀相場は大正10年代に下落して30ペンス台で安定を見せ高騰もなく、 この銀貨は多量に発行され広く流通したが、昭和恐慌を経て、戦時体制に入り、昭和13年の臨時通貨方向府以降、銀貨は姿を消した。臨時補助貨幣として銀貨が復活したのは、昭和32年の100円銀貨発行によるものであった。この100円銀貨発行に際して、100円紙幣からの切り替えによる、 三つ股の栽培業者からの反対が根強かったが、政府による三つ股の買い上げ量を前年の昭和31年の水準以下にならないように公約し、同年に5000円に紙幣、翌年の昭和33年には1万円紙幣が発行されるなど、紙幣用紙の需要源の見通しは杞憂に終わった。しかし写真フィルムの材料など、世界的な銀需要の拡大に加え、 経済発展による、貨幣用の銀事金の絶対量不足などから、昭和41年を最後に通常銀貨は姿を消すこととなり、翌年の昭和42年から100円白銅貨が発行され現在に至っている。50銭以下の補助銀貨は、昭和28年末をもって、小額通貨の整理を呼び、支払金の破数計算に関する法律により、廃貨措置が取られ、 臨時補助貨幣であった100円銀貨については、昭和62年交付、昭和63年4月施行の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、同法に基づいて政府が発行した貨幣とみなされることとなった。100円銀貨も100円白銅貨も臨時通貨法において、法貨としての通用制限額は2000円とされ、現在の通貨の単位及び 貨幣の発行等に関する法律においても事実上、同等の20枚まで放価として通用すると定められている。現在これらの日本の近代銀貨については、法王稲穂の100円銀貨も含めて、貴金属価値や古戦的価値が評価され取引されており、古戦賞による買取の対象となる場合も多い。ただし業者によっては希少性に欠けるマイナー銀貨を、 取引対象としない、あるいは大量にまとめての安い値段での買い取りとする、こともある。以下の銀貨は、進化条例により貿易専用銀貨として発行され、日本国内では放火でなかったが、明治11年5月27日大上官布告、第12号により、国内でも、無制限通用の放火とされた。これらの本位銀貨は、貨幣法により、 明治31年4月1日限りで廃止された。一円銀貨幣一円銀貨幣貿易銀以下の補助銀貨は、進化条例に基づき発行された。これらは、小学通貨の整理及び支払金の破数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。50銭銀貨幣20銭銀貨幣10銭銀貨幣5銭銀貨幣以下の 補助銀貨のうち五千銀貨は、明治五年三月八日大上官布告第七十四号の改正に基づき発行され、五十千銀貨は、明治五年十一月十四日大上官布告第三百四十一号の改正に基づき発行された。これらは、小学通貨の整理及び支払い金の波数計算に関する法律により、昭和二十八年末限りで廃止された。 五千銀貨幣五十0銀貨幣以下の補助銀貨は、明治六年二月十日大乗館布告第四十六号の改正に基づき発行された。これらは、小学通貨の整理及び支払金の破数計算に関する法律により、昭和二十八年末限りで廃止された。五十0銀貨幣二十0銀貨幣十0銀貨幣五千銀貨幣以下の補助銀貨は、貨幣法により、 明治6年と同形式のものを改めて制定し発行された。これらは、小学通貨の整理及び支払い金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。50銭銀貨幣20銭銀貨幣10銭銀貨幣。この銀貨は、日本国内においては銀貨扱いであり、法定通貨ではなかった。 台湾銀行券引き換え元円銀以下の補助銀貨は、明治39年4月7日法律、第26号の改正に基づき発行され、このうち、明治39年名の十銭銀貨幣は、市中には流通しなかったが、他の銀貨と同様、製造後日銀に引き渡され、通貨としての資格を得ていた。 10銭銀貨は明治40年3月6日法律第6号により再度改正し発行された。これらはすべて、小学通貨の整理及び支払金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。50銭銀貨幣20銭銀貨幣10銭銀貨幣、造幣博物館10銭銀貨幣以下の補助銀貨は、 大正7年5月1日法律第42号の改正に基づき発行され、実際には市中に流通しなかったが、製造後日銀に引き渡され、通貨としての資格を得ていた。これらは、小額通貨の整理及び支払金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。以下の補助銀貨は、 大正11年4月28日法律第73号の改正に基づき発行された。この銀貨は、小額通貨の整理及び支払い金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。50銭銀貨幣以下の臨時補助貨幣は、臨時通貨法の一部を改正する法律により100円貨幣が追加され、発行された。 これらは、臨時通貨法廃止、通貨の他に及び、貨幣の発行等に関する法律施行により、貨幣とみなされ、引き続き現行効果である。100円銀貨幣100円銀貨幣本表は、本人銀貨及び、補助銀貨の年名別発行枚数を示したものである。しかし、貨幣面の年号の発行枚数と歴年上の発行枚数は一致しているとは限らない。 この帰りは、明治初期において特に著しい。例えば明治7年の補助銀貨は、歴年上の発行枚数は多いが、現存数は少ない。これは明治7年発行であっても、明治6年名の極印を使用し続けたことによると思われる。明治4年の10選、明治5年名、明治11年名、明治12年名、明治22年名の補助銀貨も存在せず、 それ以前の年名で発行されたものである。明治8年名の50銭も存在しないが、発行枚数の記録にあり、このうち60枚が明治7年以前の年名、49枚が明治8年12月に製造された、明治9年名の銀貨である。流50銭銀貨には可表にない明治25年名が存在するが、この銀貨は、 アメリカのシカゴ博覧会に出品する目的で、金貨、銅貨とともに、各2枚ずつ製造されたものである。また、極実流及び流銀貨の発行枚数の区別は明瞭でない。明治10年名の補助銀貨は一円銀貨製造用地金の確保などから大部分が引き上げられ、発行枚数に対し減損数が少ない。ABCDEFG 製造貨幣が、 造幣局から日本銀行に引き渡されることを貨幣の発行という。製造貨幣は造幣局内では物品扱いであり発行されて初めて通貨としての資格を得る。また発行されても日本銀行にそのまま保管されて流通が保留されまた流通させず引き上げられる場合もある。実測値ではミリメートルからミリメートルへ。 縮小。製造上の理由から、造幣局のナイキ変更。九百925千位の、スターリングシルバー1トロヨンスあたりの価格。地金価格が、額面価格を上回り、貨幣をいつぶして利益が出始める、銀相場。ABCD 明治3年名。内六60枚は明治7年以前の年名。残り49枚は、明治9年名。 ABCDEFG 明治10年名。AB 明治21年名。全年度の教師貨幣を発行した枚数を含む。AB 明治38年名。ABCDE 日銀に引き渡されたが流通せず、つぶし対象15年度の教師貨幣を昭和3年度に発行した枚数を含む。すなわち、対象15年目のものを含む。 昭和3年度の教師貨幣を昭和4年度に発行した枚数を含む。すなわち、昭和3年名のものを含む。一部流通したが大半は引き上げられ一部死。ABCD 昭和34年度から39年度は、教師貨幣を発行。ありがとうございます。